もしも別の相手と結婚していたら。結婚生活に行き詰まった男が高速道路の料金所を通過すると、行き着いた先は2006年の世界だった。既婚男女のリアルな心の動きを描いたファンタジードラマ、チソン・ハンジミン主演大人のラブストーリー、知ってるワイフ、8月21日スタート。